ごきげんよう、男っぽのです。さあ、今回やるゲームね、クラッシュオブバグ。虫を集めて、虫を戦わせるゲームです。なんでね、今回は、虫のキングを目指していこうと思います。ステージ2から始まるんだけど、まずはここで、あ、新しいカード、アンと手に入れたね。アリだね。新しいアリカード。で、虫と虫を、同じ虫を組み合わせることによって、星1から星2に1段階進化した。これとこれは組み合わせないね。星2と星1は。よし、じゃあ、持ってんのが、クモ2匹とアリ。まあ、3匹なんだけどな、アリは。よし、やっていこう。さあ、どうだ、どうだ？おほほ。こんな感じのバトルなんだね。よし。まず最初のネームバトル、勝ちました。さあ、こうやって、お金、まあ、コインを稼ぎながら、で、ショップで、これなんだ？広告見ると、あ、広告見なくても、もらえるんだね、カード。さあ、また、アリカード手に入れました。いいね、いいね。ステージ3やっていこう。さて、ここで、あ、さっき手に入れたアリだね。アリカード、これを、あれ？あ、ここで、追加できた。そう、じゃあこれ、アリとアリを組み合わせて、アリ、レベル2にしよう。ちょっとぶっとくなったね。じゃあ、アリを真ん中に設置して、雲を両側に。よし、このアリ軍隊で、やるか。みんな、攻めろ。さあ、頑張ってくれ。いよいよ、敵の雲を、バラバラに砕いたね。いいね、いいね。お、広告見ることによって、コイン3倍もらえるか。あれ？広告始まらなかったけど、なんかもらえたね。やったね。さあ、この宝箱から？お、またなんかもらえるかな？さて、オープン。あ、また新しい虫カード。ティガービートル、手に入れました。なんかとんでもない虫手に入れたぞ。なにこれ？顔についたら恐ろしいよ、これ。こんなん顔についたらね、突然顔に虫がね、つくことあるからね、たまに。さあ、恐ろしい虫たちで、ステージ4やっていきたいと思います。で、コイン300使うとね、なんか虫カード手に入るっぽいね、ここ。よし、じゃあやっていこう。お、テントウムシ来たぞ。よし、ゲット。さあ、で、ここでさっき手に入れた、この、おぉ、カミキリムシみたいなね。あ、このカミキリムシみたいなの、2マスなんだね、使う幅。ちょっとこれ強いんじゃない？よし、じゃあ真ん中設置して、アリ、クモをこういう形で行くか。さあ、僕の最強の虫チーム、行け！今回敵に、なんだこれ、蜂みたいなのいるね、赤い。よし！めっちゃ生き残るね。今のとこ余裕で勝ててるね。じゃあ、ステージ5、やっていこう。さあ、あ、マスが増えた。さらに虫設置できる空間が増えたね。ま、この数でね、やってか、とりあえず。さて、余裕だな、おい。もうちょい手強い敵来ないかな。よし、コインはもらわず、もうどんどん進めちゃうか。ステージ6、ここまあ余裕でしょ？ 8、4匹。さあ、あとはね、見届けるだけ。いよいよ。オッケー。さあ、次のステージ。どんどん進めていくか。さあ、やれ。まだこの辺も余裕で勝てちゃうね。最後、虫たちが踊る感じいいね。喜んでんのかな。さあ、ステージ8。なんか、虫のこのマーク。手強い虫がやってくるってことかな。あれ？でもそんな黒い虫は出てこない敵に。何だったな今の虫のマークは。手に入るってことかな。お、また新しい虫手に入れました。ふんころがし的な感じなのかな。なんかアーチャーって表示されてるけど。え、弓系なの？どういうことだ？よし、まあステージ9やっていこう。手に入れたわけじゃないのか、さっきのフンコロガシ。まあ、コインも溜まってきたんでね、カードパック開けたいと思います。
さて、あ、さっきのこれフンコロガシ、ここで出てくるようになったってことか。いいね、新しい虫の仲間ができたぞ。いや、虫の友達なんだよね。さあ、みんなやってくれ、友達たちよ。さあ行け。あ、フンコロガシはフンを投げていく感じなんだね。遠距離タイプか、いいねいいね。恐ろしいな、フンを投げるフンコロガシって。そんなの出くわしたくない。おっと、ここでステージ10、これボス戦かな。骸骨のマークが表示されてるけど、ついに来たか、ボス。でかいぞ、なんだこのテントウムシ。これがボス戦か。これはちょっとカードパックは来て。よし、テントウムシ手に入れました。こっちもね、テントウムシ手に入れたよ。じゃあ一旦テントウムシとテントウムシを組み合わせてレベル2のテントウムシにして、こういう感じでフンコロガシは後ろの方がいいかな、やっぱ。さあ、このフォーメーションでやってみるか、まずこれで。さあ、勝てるか、この巨大テントウムシ。さあ、みんな頑張ってくれ。うわ、なんかすごい攻撃してくるね。あ、でも上の体力見ると意外と減ってる。意外と倒せるね、余裕で。でかいだけか。うわ爆破した。テントウムシが最後爆破したね。いいね、いいね。さあ、ここで広告見ると、3000×3 倍もらえるんでね。これは見とこう。僕の友達、めっちゃ強くなってきたね。この調子で次のステージもどんどん進めちゃうか。さあ、勝てるか？敵も増えてきたね。さあ、やれ。いよいよ。減ってきてる、減ってきてる。よし、まあなんとか倒した。ここからやっぱ、どんどん強くなってきてんね、敵も。さあ、このステージもね、みんな協力して、やっていこう。さあ、僕の集めた虫たち。いいね、いいね。基本、体当たりなんだね、攻撃。で、この、お、やばい。初めて負けた。やっぱ強くなってきてんね、敵も。じゃあまあ、こっからね、カードパック開けまくろう。テントウムシ。雲。いいね、いいね。もうどんどん開けちゃうよ、これ。仲間たちが増えていく。虫の友達が増えていく。よし、ここで使い切ったかな。見てください。我々のこの虫たち、めっちゃ集まったな。さあみんな、やってくれ。いいね、いいね。フンコロガシは3匹。三つのクソを投げて攻撃する感じ。たまらないね、この強さ。もう虫集めすぎてめっちゃ強くなってんね。さあ、次の選手、もうどんどん進めちゃうよ。さあ、今回どうだ？敵になんかカマキリみたいなのいるね。倒したけど。一瞬で倒しちゃったけどね。よし、みんなよくやった。さあ、ここでもう一度カードパック開けていこう。あ、テントウムシゲット。じゃあ、組み合わせていこうかな。テントウムシとテントウムシ、さらにテントウムシで、星3つのテントウムシ。雲は、雲星1、星1、星3の雲。それから、フンコロガシ。いいね。よし、じゃあ、こんな感じにしたんでね、やっていこう。勝てるか、今回。敵もだんだん数増えてきて、やっぱ強くなってきてんだよね。まあ、ここも余裕でね、勝てちゃうけどね。いやー、僕の虫たちめっちゃ強え。早く虫の季節にならないかな。虫集めたいよね、リアルでも。よし、あ、ここでカマキリ出るようになったね。いいね、いいね。さあ、ステージ18まで進めてきました。さあ、18やっていこう。でね、いろいろ進めてたら、なんかすごいの手に入れたんだよね。まあ、これなんだけどね、これなんだろう。カブトムシ的な感じなのかな？あれ？召喚できない。もしかして4マスとか？おお、やっぱそうだ。4マスも使うのか。カブトムシっぽいね。さあ、これで、いや、ちょっと待って。カブトムシ先頭に置きたいな。敵にもでかい虫がいるね。なあ、カブトムシの方がでかいんだけどね。うわ、このぶっ刺す感じ、恐ろしいなあ。人間でもこんなん刺さりそうで怖いんだけど、ちょっとこれ。さあ、あ、なんか能力出したぞ、今。オッケー、今、倒した。あ、カブトムシも踊るね。
ということで、虫ゲーでした。もうこの世界ね、いろんな種類の虫がいて、そのいろんな種類の虫が、みんな協力して戦うとこが、素晴らしかったです。もう僕ね、この世界では、虫キングになれたと思うんでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。それじゃね。